たけし岡田のちょっとれ。本日はエアロビクス第3弾、浜岡トレーナーと一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。まず最初は足の斜めのステップ、足を斜めに大きくリズムよく出していきましょう。この時に手は腰に当てていますが、手を大きく振ると全身の運動になるので、ぜひやってみてください。次は同じようなステップで斜め後ろに足を出していきます。この時に足がなかなか後ろに大きく出せないよという人は、小さい動きで構いませんので、最後まで運動を続けてみましょう。頑張ってください。次の種目は右手で左斜め上にパンチを出していきます。この時に体をひねってパンチを出す意識で頑張ってみましょう。膝と股関節を両方曲げ伸ばしを大きくやると全身運動になります。次は反対行ってみましょう。次は少し今の動きでテンポダウンして足の動きを大きくやってみましょう。この時に足腰はスクワットを意識して動かしてみてください。次反対いきます。次の種目は足のステップの動きになります。足を前後に 1,2,1,2 のリズムで前後ろに足を出していきます。この時に膝を大きく上に上げてみましょう。次が最後の種目になります。まず最初に左足を前に出して、その状態で両手で上にパンチを出していきます。この時に前に出している足を片足スクワットのようなイメージで頑張ってみましょう。次反対いきます。本日は以上になります。お疲れ様でした。